マリー・フォルテュネデスト・モデヌは、モデナ公女で、コンティ・公・ルイ・フランソワ二世の妻。イタリア5名、マリーア・フォルトゥナータデステ。モデナ公・フランチェスコ3世と、非、カルロッタの4女として生まれた。経験で誠実な人柄に育ったが、容姿が美しいとは言えなかった。1759年に、ミラノで、当時ラ・マルシュ博だった母方の重帝ルイ・フランソワと、政略結婚した。 モデナ公は、娘のために100万リーブルもの持参金をつけた。同年5月、マリーは、国王夫妻に越見した。マリーとルイ・フランソワが仲違いするのに時間は、かからなかった。それというのも、ラ・マルシュ博が、愛人マリー・アンヌ・ベロネーゼとの間に1761年に、諸子を設けたことを、妻に開き直って、強引に存在を認めさせたからである。 彼は1767年にマリー・アンヌとの間の第二子を設けた。このことが子供を産めないマリーとの夫婦生活に致命的な出来事となった。二人は1775年の終わりに合意の上別居し、1777年6月に正式に離婚した。1802年、マリーはハプスブルク家のオーストリアイコールエステ、対抗フェルディナントに、 ベネツヤの訪問会派修道院に入るつもりであることを告げた。彼女は同年10月19日に同時に入門した3人の元売春フラと共に修道院に落ち着いて暮らし始めた。1803年の8月から1ヶ月余り、六幕園に苛まれた後、9月21日に亡くなり修道院の礼拝堂内に埋葬された。ありがとうございます。